八代全国花火競技大会は、熊本県八代市の熊川河川敷で行われる花火大会である。2017年には30回を数え、今では八代の秋を彩っている花火競技大会である。西日本で唯一開催される花火競技大会であり、日本全国から30ほどの花火業者が参加しその腕を競う。 例年10月第3週の土曜日に開催され、八代市の秋の風物詩として知られる。2009年の打ち上げ数は約1万3000発、来場観客数は約28万人。競技部門は5号玉、10号玉、スターマインがあり、九州の業者が5号玉とスターマインに、全国の業者が5号玉と10号玉に参加する。競技進行は、 部門別ではなく業者ごとに行う。競技の前後と間に、協賛花火があり、ミュージック花火も行われる。ミュージック花火を求めて、来場する観客も多い。2016年10月15日に開催された第29回、大会は、熊本地震被災後の花火大会であったことや、地震発生から約半年という日付だったため、 熊本地震復興祈願を兼ねた大会となった。特に地震の被害が大きかった、益城町、三船町、西原村などの被災地から住民200名が特別招待され、開催前に犠牲者への目祷が行われたほか、打ち上げに参加したすべての花火業者が協力して、例年よりも多い1万5000発が打ち上げられ、地震復興や被災者への応援。 犠牲者への冥福を祈るための特別花火も多数打ち上げられた。来場観客数も30万人以上となり、過去最大の大会となった。2020年大会は、新型コロナ感染拡大防止の観点から、中止されたが、翌々月の12月19日に、八代市内の3カ所からシークレットで、悪霊退散及び災害復興祈願8大サプライズ花火。 が開催された。いずれも打ち上げ場所は、八代市坂本、八代港、そして、例年八代全国花火競技大会が、行われている、熊川河川緑地で開催された。その時の模様。https://www.youtube.com/.watch, v=3gvnl3wlht 4例年は10月第3土曜日に開催されるが、2011年は、年リピック2011熊本開催のため、一周、延期された。2020年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止された。熊川河川緑地当日は、地元ラジオ局の FM 八代による、特別性中継番組が放送され、大会の様子や、 交通情報などが放送されるほか、YouTube、ニコニコ動画などでのライブ中継も配信される。開催当日は、鹿児島本線は、熊本八代間、日殺オレンジ鉄道は出水八代間で、臨時列車や、増結列車が多数運行されるほか、日殺線でも列車が、臨時増結される。ありがとうございます。